こんにちは、ゾシンです。今日はドラゴン1/35ソビエトモーターライフルトループスを作っていきたいと思います。尊敬するボルスタット氏の箱絵を再現するジオラマシリーズ初の対戦以降のキットになります。中身はこんな感じです。それでは作っていきましょう。さて、前回と同じようにこのように足のパーツとかはね、先に組み立てていくようにしたいと思います。箱絵がこんな感じなので、ということで、今回入手したのはこのウクライナの英雄たちのキットですね。このようにボディアーマーがしっかりと再現されています。ちょっと前に公開したショート動画でお伝えしていた通り、このようにボディアーマーやマガジンポーチの複製をパテで作っていきます。ドラゴンのキットに貼り付けるとこんな感じになります。こんな感じで今回キットを作成していきたいと思います。完成するとこんな感じになるので、最後まで見ていただければと思います。まずボディアーマーを着せるにあたって、服の出っ張りの部分をカットしていく必要があります。厚みがありますんでね、こんな感じで少しカットしていきましょう。そうすることでボディアーマーを着せた時に、まあ太っちょにならなくて済むという利点があります。お湯丸とパテで複製したボディアーマーですね。この中から合いそうなものを選定していきます。貼り付けには瞬間接着剤を用います。パテはセメントではくっつかないんでね、こんな感じで押し当ててあげて、しっかりとね、ぐーっと押してあげることで体に沿ったように固定することができます。作業効率を上げるために瞬着硬化スプレーを振ってあげます。マガジンポーチも同じように接着していきます。側面につけることはあまりないかもしれないですが、この人はポージングの都合上こんな感じで側面につけていきます。これですね、指先がこんな感じになってて、しっかりとトリガーセーフティーを意識したポージングになってるのは嬉しいですね。微調整していきましょう。手持ちの塗料で近そうな色がバフだったので、バフをベースに塗っていくことにします。完全にソ連兵の長靴のブーツのままだったので、これをこんな感じでニッパーで傷つけていって、ブーツじゃなくってズボンのシワっぽくしていきたいと思います。なのでブーツのつなぎ目のところを大幅にカットして、ブーツのまっすぐになってしまっているところをこのように切れ目を入れてズボンのシワみたいにしていこうと思います。こんな感じで反対側もやっていきましょう。ちなみにソビエトタンククルーも2名ほど寝返らせています。こいつも同じようにバフをベースに塗って、ボディアーマーはフラットグリーンで塗装していきましょう。結構緑色が明るめに出ているようなボディアーマーが見受けられるので、それを塗装していきたいと思います。塗ってからつけろよっていう話ですよね。お次はグレー系の迷彩を書き込んでいくんですが、本来これはデジタルパターンが採用されているので、四角い箱を積み合わせたテトリスみたいな模様の迷彩服が主流となっています。しかし今回筆で再現するのは難しいですね。適当に雰囲気だけでやっていきたいと思います。もし気になる方はですね、爪楊枝を四角く切ってそれを使って塗るっていう方法もあるので、そちらを試していただければと思います。そうこう言ってるうちに迷彩がそれっぽく仕上がってきたのではないでしょうか。これじゃあどこの軍隊かわからなくて、ウクライナ軍っぽくないなって思われる方も多いかと思います。そんな方に向けた簡単な加工方法があります。そうですね、毎度おなじみのマスキングテープになります。マスキングテープをガムテープぐらいの大きさ、1/35に縮尺したガムテープぐらいの大きさに変えてあげて、腕のところに腕章のように黄色だったり青だったり、そういったものを巻いているのがよく写真で見られますので、それを再現していきましょう。このように全ての兵士に余すことなくテープをこういう風にね、貼っていってあげると良いでしょう。簡単に再現するには、まあ、このマスキングテープを使うのが一番いいかなと思いますので、やはりマスキングテープをね、こういう風に使っていくのはおすすめの方法かなと思います。最後に極めつけで、このように爪楊枝を使って黄色の線を腕章の上のところにちょっとだけ書いてあげます。そしたら先ほど書いた黄色の線の上に青色の塗料で線を少しだけ書いていきます。これでこの位置に貼ってある小さなウクライナ国旗のパッチを再現することができます。陣営を表す上で大切なものになるので、やってあげると良いでしょう。大体の加工が終わったので完成としていきます。
パッケージと同じような配置で置いてみましたが、全くの別物になってしまいましたね。今回は箱絵再現シリーズではなくなりました。今回はウクライナ軍仕様の BMP-2 と合わせたかったので、ソビエトタンククルー2人も寝返っていただきました。プラモデルを作る上で歩兵は欠かせない存在なので、このように周りに配置してあげるだけでもかなりリアリティが増すと思います。ボディーアーマーをつけてあげるだけでだいぶ雰囲気が変わっていい感じになりますね。戦車単体でかっこよく飾るよりも、このように少し歩兵と絡めてあげるのが私は個人的には好きです。もう少し BMP の上に乗っている兵士の数を増やしたいなと思うところですね。スリングを作り忘れていますが、こんな感じでウクライナ軍っぽく仕上がったかなというような出来にはなったかなと思います。 Twitter に投稿したら、とても素敵な作品だね、でもなんでアジア人がドライバーをしているんだいと海外の方からコメントをいただいたドライバーになります。元のキットがそうやから仕方ないんやと返しておきました。コマンダーの方はね、結構かっこいい顔立ちをしているんですけどね。とまあこんな感じで今回の動画は終了となります。侵略戦争の早期終結を切に願います。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。